ていきます。バッターボックス中田、レフト中田、背番号6、打ちました、取りました、セカンド送球、スリーアウトになりました。ランナー出ましたが、ファイターズ上がるのは先発の吉川。さあ、マリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれる。マリーンズ打線がどう攻略していくか。アウト、2アウト、クリーンアップが登場します。バッター角中、追っつけて打ちました、掴んで3アウトです。この回マリーンズ三者凡退です。ファイターズの攻撃、バッターボックス小山、インコース詰まりました、今抑えてワンアウト。打順は6番リナ、すくい上げた、取って2アウトです。バッターボックスには指名打者の近藤、打ちました、セカンド取る、1塁アウトで3アウトチェンジです。この回ファイターズ3人、さあリーズ、この回は4番から始まります。一塁送球します。アウト、ワンアウト。5番、井口。はい。
ています。打ちました。大きな打球になった。この辺りはどうか。タイムリーツーベース
エースを放った。打ちました、いい当たりだ、レフトオン、センターオン、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ラリーズ、その差を4点に広げられる重い一発となりました。低めのボール、外しっかり踏み込まれ、スタンド深くまで運ばれています。ラリーズ追加点を許します。5対1。大谷、バッター、これはどうだ、ピッチャー、
が構えます。ワンアウトです。8番バッター吉田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました。